日向国、日向の国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、西海道に属する。日本書紀には、日向の語源説話として、慶光天皇と日本穂高の生成説話において、世の国は、時期九日のいずる方に向けると言ったので、日向国と名付けたと記述されている。日向の読みについては、日本書紀に、馬なら、ま、たとえ太ぎ、のこのま、 馬ならば、日向の駒、イコール馬ならば、日向の駒とあり、古くは、日向と呼ばれたと考えられている。ただし、この、たとえぶとぎを、日向国とするには、検討が必要と指摘される。日向国は7世紀中期以降、律令制の成立に伴って成立した。成立当初は、現在の宮崎県と鹿児島県の九州、本土部分東部、 大隅国を含む広域にわたっていた。また、大宝2年、702年の薩摩、大反乱を契機に、現在の鹿児島県部分の西部が、小羅国、後の薩摩国として分立したとする説もある。その後、和道6年、713年4月3日に関廃軍、総軍、大隅軍、大羅軍、現代の埴良軍とは、別の4軍が、大隅国として分立した。以後、 明治初期まで、日向国の軍構成、薄木軍、小湯軍、宮崎軍、中軍、諸あがた軍の五軍に変化はなかった。ただし、メラ、シーワ地域が日ごとの間で、近世初期まで曖昧であったと、領域の変化はあった。また日向国について、五軍八院という故障があり、上記の五軍による行政区画と、正木院、三又院、牧田宿院、 ニーロイン、オビイン、土持イン、クシュカイン、国インの八インによる、租税区画に分けられ統治されいた。1883年、明治16年宮崎県最岡の際、諸阿が田が新設宮崎県に属する、北諸阿が田と鹿児島県に残った南諸阿が田渋志里、と、大崎里、と、松山里の三号に分割され、さらに翌年、北諸方郡が、 北諸方軍、西諸方軍、東諸方軍、中軍が、北中軍、南中軍、臼杵軍が、東臼杵軍、西臼杵軍にそれぞれ分割された。古事記の国海神話においては、筑紫島、九州の四面に、筑紫国、報国、小江国、熊祖国が見えるが、日向の記載はない。なお、日本書紀には、この記述はなく、仙台旧児本義では、 筑紫国、報国、小江国、日向国の四面を挙げている。続いて、日向地域は、古事記、日本初期の、日向神話と呼ばれる神話の舞台となった。この中で、アマテラスの孫のニニギが高千穂に降臨し、天孫降臨、この氷が二位、小出りを懲らしめた胸と共に、兄の子孫の早とが、今も天皇に仕える由来だと述べ、山幸彦と海幸彦、氷の子、 宇賀や吹き合図は、初代天皇、かむやまといわれびこ、人武公の父である旨を記している。後、人武天皇は、日向から統制に赴くこととなる、人武統制。現在、これらの日向神話は、歴史的事実そのままとは考えられておらず、その由来には、諸説がある。特に、古事記、日本書紀が成立するまで、すなわち7世紀後半から8世紀前半の、 南九州におけ、対早との政治情勢との密接な関係が指摘される。早とが名を表すのは、天武天皇の時代からで、七世紀末から八世紀前期に四回の反乱を起こしている。そして天皇家による南九州における統治を正当化し、早とが服属すべき理由を過去に遡って説明するものと考えられている。古事記、天皇では、天皇の子、 大スの命が熊祖討伐を命じられるという、生成説話が記述されている。この中で大スの命は熊祖竹を討ち、以後、山竹命を名乗った。日本書期では、慶光天皇自ら熊祖の平定に赴むいており、高谷宮を拠点として、祖国を平定し、古、と国分けの王子が、初代日光国造に任じられている。後に再び熊祖が反乱を起こした際、 天皇の子、日本道男が、川上武を打ち、日本穂高を名乗った。なお、国造本義、仙台九時本義第十巻では、豊国分家の王子の三世孫、老男が王人天皇期に、日向国造に任じられたと記しており、天皇本義、仙台九時本義第七巻では、豊国分家の王子は、日向諸あがた君らの祖と記している。 現在の考古学では、実在天皇の可能性は、王神天皇以降に求められており、上記の記述は、歴史的事実とはされていない。むしろ、王神、任徳の記述の伏線と捉えるのが妥当とする、考えがなされている。日向地域では、弥生時代には、青銅器の欠如とえぐり入り、方形石膨張の存在という特色が見られていたが、四世紀以降は、 ニュータバル、チャウスバル、サイトゲン、本城、ムツノゲン、イキメといった、機内型古墳群が展開した。こうした古墳群の存在は、その主張と近畿地方の政治勢力とが、政治的関係にあったことを示している。古事記、日本初期の王神天皇、仁徳天皇の記述には、初見君をめぐる説話があるが、こうした政治関係を背景として成立したと見られ、 5世紀代に豪族が出資したものと推測されている。6世紀から7世紀中期にかけては、史書では、水古天皇期の馬ならば、日向の駒という記載程度しかなく、中央と日向との関係の実態は明らかでない。日向国の文献上の所見は、俗日本紀文武天皇2年、698年9月28日上で、ある。成立時期は明らかでないが、 立領制成立に伴い7世紀中期以降に設けられたとみられている。当初は薩摩国、大隅国を含む領域を有しており、7世紀末の段階では、日向国は大早との最前線に位置づけられていた。大法2年、702年に小皿国、後の薩摩国、和道6年、713年に大隅国が分立した。 両政では大乗中華のうちの中国とされ、中央から守る、スケ、目の四等官とそれを補佐する文雄が派遣された。中国では、通常欠員とされるスケが正式に置かれ四等官が揃っている。なお、司書に残るものは、左遷人事が多い。遠国であったため、上位下の人事や四都市の監査など、太財府の強い管理下に置かれた。後任六年。 八百十五年には、軍団一団五百人の兵士を持っていた。この年以前には、軍機一人が指揮したが、以降は、補佐に一人を加えて、大旗一人、正武氏一人になった。千百八十五年、文治元年、これむねたが主筋であるこの駅の島津荘、南九州にあった大正園で、万十年間、 1024年から1027年に、諸あがた軍の島津院を中心に、多在府大元平木本が開拓し、関白、藤原寄道に寄進したことに始まるの月食に、部任され、その地名から島津、島津左衛門の城と称したのが、島津市の始まりとされる。島津市は1197年、建久8年に、薩摩、大隅に合わせ、日向の初代守護職に任じられた。 また、忠久は、島津荘の自当職も兼任した。しかし、忠久が、1203年、兼任2年、比企吉和の変に連座し、三州守護職と薩摩国を除く、自当職を剥奪されると、日向国守護職及び日向、島津荘の自当職は、北条氏赤橋家に伝えられることとなった。日向国北部一帯を有した宇佐神宮の宇佐宮荘においては、 東部の県、読み、あがた、現在の延岡市周辺。市内には、あがたの地名が残っている一帯を、土持市が、西部山間部、現在の高千穂町周辺を、大上市の流れを組む見大使が地頭として、勢力を有していたが、鎌倉御家人の伊藤氏が、地頭職を得、既存在地勢力と対立しつつ、支配を定着させていった。南北朝時代においては、 北朝方より、南九州の大将として、畠山直明が、日向国に派遣され、南朝方の勢力と対立したが、島津市など在地勢力は、北朝と南朝との間を転々することにより、畠山直明の支配に抵抗した。直明は、関能の上乱において、足利忠義に味方し、足利高氏方に味方した島津市と争い破れた。その後も九州丹大が、 南九州に影響を伸ばそうとするも失敗し、やがて日向国の守護職は、島津市が世襲するようになる。ただし、全国の例に違わず、日向国も軍有拡挙の状況となり、南北朝から室町時代中期にかけては、北部は土持市、中央部は伊東市、南西部は北原市、南東部は豊州島津市、北越、新色市といった。 島津一族を中心として各地の国人領主を吸収しながらの勢力争いが展開された。そのうち土持氏が伊東氏に攻められ、勢力を縮小、伊東氏に急護されたり文後の大友氏に侵入するようになる。戦国時代になると新色氏が殺衆島津氏により領地を追われ、北原氏は隕石関係にあった伊東義助により前州と新州で、 家中が二分している中での家督問題につけ込まれて、大隅国にまで広がっていた全領地を乗っ取られる。さらに吉助により、豊州島津氏が帯から追い出されたため、伊藤氏が日向国の主要部分を支配するに至ったが、1572年の木崎原の戦いにより伊藤氏の主要な進化が多数、失われ、また、吉助の斜視により領内に、隙が生じており、そこをつくように、 薩摩、大隅の統一を果たした島津氏が北上してきた。滅亡の危機に立った義助は、文後の大友義重を頼ったが、島津氏が1578年の耳川の戦いにおいて、大友氏に対勝し、日向国一へを支配することとなった。しかし、1587年、秀吉の九州征伐を受け、島津氏が降伏すると、日向国は、甲のあった大名に分岐された。 日向国に大きな大名は置かれず、天領と小藩に分割された。延岡藩、高鍋藩、佐渡原藩、薩摩藩市藩、帯藩。このほか、隣の大隅国から大きくはみ出るように、薩摩藩が南部の大部分を占める諸軍を領有し、肥後国の人吉藩も領地を持った。国府は、イロハアザル衣装によると、小湯軍にあった。再都市。 大あざ木松の寺崎遺跡と推定されていたが、国画も発見、固湯群内で国庁の建物が調査されている。これら四社は、日向四社と呼ばれ、日向国内で特に格式の高い神社とされている。二宮以下は不祥であるが、妻神社が二宮であるとする説もある。その他、以下が、日向国に領地を有していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。